おはようございます。午前中からお集まりいただきましてありがとうございます。来年1月2回で行われます AFC アンダー23選手権のメンバーを発表させていただく会見をこれから行います。メンバーはすでに皆様のお手元にお配りしてあるかと思いますが、まずは技術委員長の関塚より一言ご挨拶させていただきます。では関塚委員長お願いいたします。皆さんこんにちは。 えー、昨日に続き、えー、多くのお皆さんにお集まりいただきまして誠にありがとうございます、えー、今日はあ来年、えー、ですね1月8日から始まる、えー、AFCU23 選手権タイで行われるメンバーの発表です、えー、この大会 アジアの来年行われる東京オリンピックへの出場権をかけた戦い真剣勝負の場です我々はそこの大会に強化として臨んでいきます、まあ、初熱あるいはこの6試合というところを考えると本大会への向けて 非常にシミュレーションになる大会だなというふうに思っております森保監督はじめ現場のスタッフそして選手本当にこの6試合をしっかりと戦い終えて本大会へのシミュレーションというものをしっかりとしてもらいたいなというふうに思っております。教会としても 十分しっかりとサポートをしていきたいというふうに思っております、えー、最後になりますけれども、一、あのー、点選手の中で飯野選手、えー、一番下の方に3試合ということを書いてありますけれども、今、あのー、交渉はそれ以上のところ継続中です。 まだ交渉のところが続いていますのでその点だけ付け加えさせていただきますあの他の海外の選手も交渉を重ねた結果、まあ、こういうメンバーということになりましたのでぜひ現場の森保監督含めて一丸となって戦っていきたいというふうに思いますので。 皆さんよろしくお願いいたしますそれではこの23選手また大会に向けて森安監督一言お願いいたしますえ皆さんこんにちは <coughs> 昨日のキリンチャレンジカップのジャマイカ戦もありがとうございましたそして今日もあの忙しい中 FC23 選手権のメンバー発表に来ていただきありがとうございますこのアジア選手権は来年の東京オリンピックに向けて先ほど関塚技術委員長もおっしゃっていた通りにシミュレーションとして生かしていけるようにできる限りの 最善の準備をして試合に臨んでいきたいというふうに思っておりますそして、我々は頂点を目指し戦うことをまた選手が集合してチームとして活動するときに改めて確認して大会に臨みたいというふうに思っています。国書での 6試合を試合できるようにイメージして東京オリンピックの準備という部分で進んでいければなというふうに思っていますグループリーグから対戦相手は非常に力のある対戦相手ばっかりですので初戦からしっかり タフに粘り強くチームとして戦い抜いて先に進んでいけるようにしていきたいというふうに思っています。2年前のアジア選手権では残念ながらグループステージを突破して次のベスト8というところでウズベキスタンに負けてその大会を終えてしまいました。そういった意味でも今度の大会は 最後まで、えー、勝ち進めるようにそしてアジアの頂点に立てるように、えー、確保して臨みたいというふうに思っています以上ですありがとうございますそれでは質疑を問いに移らせていただきますご質問ある方挙手にてお願いできればと思いますでは一つ目の質問からお願いいたします

でえー、長期間、えー、一緒に、えー、戦う、過ごすことができますので、えー、一試合一試合、勝利を目指して、えー、前進していくことを、あのー、事前のキャンプから、えー、意思統一していきたいなというふうに思っています。そ、えー、そしての、えー、の活動の中で、えー 選手たちにはよりチームの戦術というものを具現化できるようにトレーニング、そしてミーティング等々選手とコミュニケーションを取りながら進めていきたいというふうに思いますし選手間のコミュニケーションも密にしてもらいより お互いの良さを引き出せるようにということをこの活動の期間にやっていければなとやっていってもらいたいなというふうに思っています。 今回招集させていただいているメンバーは、えー、我々の,この東京オリンピックに向かうチームの中でこれまで活動をしてきてくれた選手だと思います。その中で まだまだ、えー、選手たちにはあの伸びしろがある、えー、これから、えー、もっといろんなことを経験してもらい、えー、学んでもらい、えー、レベルアップしてもらいたいという選手たちがあの選手たちばかりなので、えー、そこでチームの戦術的なところのコ、えーチともに。えー レベルアップをしてもらいたいというふうに思いますそこはどこがというよりも全体的に全てを伸ばしてもらえるように働きかけていきたいと思いますそして1試合1試合の対戦の中で競合チームとの対戦で我々が思っているような理想的な戦いでなかったとしてもその中で メンタル的にもフィジカル的にもタフにえ戦えるようになんとかその試合をものにできるように勝負強さというものをえ考えてえ戦ってもらえるようにしたいなというふうに思っています。この大会の と東京オリンピックに向けてということは非常にイメージしやすいというふうに思いますので本当に最大6試合の中タイトなスケジュールの中タフに。 戦っていかなければいけないというところを選手たちにあの分かってもらいながらチームとして成長して進んでいければなというふうに思っています。次のご質問いかがでしょうか。どうぞお願いします。前方の方どうぞ。<laughs> えー、この東京オリンピックに向かうアンダー世代の活動は、えー、その時々の、えー、条件があって、えー、これまでも活動してきました、今回の、あのー、アジア選手権に臨、えー、むにあたっても、えー、他の選手にも招集の、あのー、レターを出して。 えー、いただいてます。で、協会の関係者のあのー、方々にも、えー、招集に向けて最大限努力してもらいましたが、えー、招集に至らなかったっていうところはあのー、あります。えー、ただし、えー、東京オリンピックを見据えたときにも、えー、そして、えー、日本の、えー、代表の強化、日本のサッカーの強化を考えたときにも。 えー、その時々の条件の中で、えー、幅広く選手を招、あのー、集させてもらい、えー、活動してもらうことで、えー、全体的な裾、えー、そ,そのの、えー、レベルアップをするということ、えー、それを、えー、その時々の活動のベストを、あのー、積み重ねていけば積み上げていけば 必ず高い頂点に強い頂点に結びつくというふうに考えております今おっしゃったとおり理想というものはありますけど現実的にそうでないときには現実の中で我々は戦っていかなければいけないと思います。東京オリンピックのの本大会の時も 招集ができなかったということも過去にありますし怪我やコンディション等々の不良で思っている選手がプレーできない状況になり得ることも想定しなければいけません。その中で チームとしては結果を出すということ多くの選手にレベルアップをしてもらい高いレベルにいてもらうことが最終的な成果につながるというふうに考えていますので今回も条件の中でベストだと思い活動を進めていいいきたいと思います次のご質問いかがでしょうか。 そうです、ね、あのー、昨日のジャマイカ戦を踏まえて、えー、その結果だけということはありませんが、えー、今回の活動を通してトレーニングそして昨日の試合でのパフォーマンスというものは含まれて、えー、この招集に至っています。 昨日のジャマイカ戦の後にも、結果、勝利できたということで、このアンダー− 2 3選手権の方に招集されるということはあるのかという質問は受けましたが、もちろんその活動の中での評価は、 していますが、えー、我々は、えー、それと同時にこれまで活動を、あのー、してきていますので、えー、全体の活動を踏まえた総合的な部分と、えー、昨日の、えー、パフォーマンス今回の招集での練習を踏まえてのパフォーマンスも含めて、えー、決めています。えー、心情的には、えー 昨日のパフォーマンス、今回の活動を通して、まだまだチャンスを上げたいなという選手はいましたが、総合的なことを考えて選びました、この3人プラス谷に関しては、今回の活動の評価と、これまでの活動ということで決めさせていただきました。 西野選手、まだ、まあ、交渉が続いているというお話もありましたけども今回のメンバー表に至るまでの間にき、まあののギリギリまでそういう交渉が続いていたのか,かその交渉の状況というのはどういう感じで進めされているのか。 あのこの発表までギリギリまでそれぞれクラブで交渉は続けていました。はいまあ、今回のきの昨日のキリンチャレンジの方でも5名海外のプレーヤーがあー招集に、まあ、理解を示してもらって参加してましたけども,もうここと同時にこの大会あるいは 昨日のチャレンジ、キリンチャレンジじゃなく、この大会と、この大会だけと、そういう形で、それぞれの選手たちに対しては、現場の森保監督と含めて、交渉のテーブルに各クラブはついてもらっていました、その結果が、キリンチャレンジの23名であり、あ23名だ。 二十三でありまあ今回のこの FC の二十三名という決定になりました。あの昨日の試合も、その前回からだいぶメンバー入れ替わった中でもチームとしてのその成長の引き継ぎみたいなものができたと思うんですけど昨日の試合からまた次の大会もメンバー変わります。 のうす。そうですねあの、チームのコンセプトをより表現してもらえるようにということは考えていますがまずはあの活動の中で、えー、今回の12月の活動もおっしゃられるとおりに大幅に選手が変わる中で、えー、違うチームで活動しているように。あの 見るることともできると思いますがチームとしての成果と課題という意味で月今までの活動から12月の活動につなげているというところ選手を代わってもこれまでの反省を生かしで成果をさらに伸ばしていけるようにということを選手たちにフィードバックしながら チームの全体のレベルアップをしたいと思いますで、また選手が変わって活動する中で全体的な個のレベルを上げればそしてその個々がチームとしての考え,考え方を持っていれば 必ず最後は大きな成果につながるというふうに思っていますので選手たちには個の成長をしっかり促せるように過去の直近の活動を過去の活動を生かしていきたいというふうに思っています。 そうですね、あのー、そこは、えー、このメンバーを選ぶときにスタッフミーティングでも、えー、話になりました、あのー、まずは、えー、誰が引っ張るというのではなくて、えー、個々が責任を持って、えー、自分が、あのー、リーダーだというぐらいの気持ちで。えー 言動ししててていってしいいいっっほなとううふうに思っていますで具体的にキャプテン等と決める場合もスタートから決めるのではなくて先ほどもあの言いました通り交互に責任を持ってトレーニングに臨んでもらうチーム試合に向かって準備をしていく中で様子を見て決めたいなというふうに思っています。 他にいかがでしょうかよろしいでしょうかでは以上で会見は終了いたしますありがとうございました